あららのら。いきなりファールを。けど、今のファールのおかげでどうやってるかが垣間見えた。兄弟だからってあそこまで弟の動きに合わせられるものかな。弟の動きの未来でも見ないと。相手を欺くにはいかないな。俺の動きに合わせて、しかも頻繁に見えるように、ぶつかり方も合わせてきやがった。お前マジで性格悪いだろ。なんだよ、これも一つのバスケだろう。お前らは高校生相手にこのくらいのことやってんだろ。本来なら日本から退場もんだ。ファール1回くらい安いだろ。いいだろう。このような止められ方は俺ら兄弟には屈辱だ。俺ら相手に、お前のバスケが通用するのか見てやろう。はっは。遠慮なしでいいんだな、泣いても知らねえぞ。さて、柵が一回抜けた今、役割分担しよう。ま、事前にこのパターンの打ち合わせはしたけど、俺が思考。で、俺が目になる。見た情報を無限に言って。戦略を組み立てる。アキラはスカーレット兄弟の嫌がらせ。ライカは前線で暴れて。カズに防衛してもらう、といったところか。じゃあそういうことで。レミリアのファールは想定外だが、こっからどうなるかねー。とりあえず、こちらは現状維持だな。レミリアが止められた。初めてだな。それほどなのかあいつは。とりあえず、もう一度だ。ボールよこしな。冗談でもお前らにボールをよこすなんてことしたくないな。おお、ドリブルうまい。けどそこにいたら？ちょっと点よこしてもらう。あれ？あらどうも、奇遇ですね。何が奇遇なんだ？おっと、今回は点が決まった。点差がわずかに縮まった。今回何か作戦を立てたのか？来なかったってことは。アキラの動きが今回効いてるってことか。毒には毒ってか。キャプテン枠の人があの人を毒って言わないであげてよ。いや毒だろ。あんな顔で相手を見る選手なかなかいねえぞ。意外とこれあいつに効いたり。どうかしらね。流れはまだこっちだろう。少し、俺が切り込んでいくか。パワープレイマンがいらっしゃったわい。何がパワープレイマンだ。あれ、反応速度。動き遅ないか、ほんまに脳筋か。ナイスライカ。連続得点ありか。てめえ止まっとけ。ボケにしてはおもろくないで。ほんなら前進することをやめとくわい。え、やめんの。前進はやめる言うたけどゴール成功かわいいかないで。やっぱりゾーンに入ったライカは絶好調だな。すごいなゾーンって。イアスの能力もすごいんだろうけど、お前も似たようなもんだろ。そう。あのガキやべえな。あの緩急はなかなか見れんぞ。何やってんだって言おうとしたけど、あいつゾーンに入れるやつだった。あの動きからしてそう考えるのが妥当だろう。そういう嘘ぶりなかったんだがな。すぐにあの領域に入れるやつがいるとは。一度タイムアウト。いや、いい。そこまでの劇的なあれじゃない。調子良さそうだな。ああそうやの。調子ええから負ける気せえへんわ。そういう自分はどうなんや。どう見える。悪いこと考えてて楽しそうや。そうかい。点差が縮まってる。メンバー変えてこんなに変わるのか。おそらく戦略の違いでしょう。特にあの二人が入ってから顕著に出てます。お前何十回こっちに来るんだ。お前来てからフランとの連携が。クソったれが。そったれ、そったれって言った。ありがとう褒めてくれて。こいつ嫌いだ。で、ボールパスされてもなんで俺のとこにいるんだよ。ストーカーかけねえ。え、俺のローテスボールやゴールじゃなくてお前なんだけど。そう、全員一本コートなのにこんな性格悪いことしてるやつ。そだ、キモすぎるこいつ。レミリアがここまで封殺されるとは。こんな面倒な奴がいたのか。ちょいと豪快にぶち込んで流れを戻すか。お前も結構目の付けどころがいいもんだな。さっきから動きを先読みしてる節がある。俺ならやれるさ、やれるさ。お前ら相手で苦労するさ。と言いながらやれるお前。なんかうちの師匠にも似たもんがあるな。希望と同じにされたくねえ。いや、そのまま突っ切るか。ま、それでも俺を止めるには至らないな。ま、これで流れ持っていく。また空中で動きが。僕が守っていっているのに。
こんなにすっごい使うなんて、やっぱりプロは違うね。けど、大満負ける気ないよ。目の前にいて、姿がはっきり見えない。なぜ？八角にある久我君ほどの強い思いは感じない。そんな役なんだ。負けたくないね。プロはその相手は足りないだったし、なんかもやりたいのかな。ぶっかけ不満めちゃくちゃあるけどね。そろそろ第2が終わり、僕も一発。じゃあお前が手品かな。やってこい。相手も脅かせる。みんなが、いきなりでも少しは合わせられる。攻撃陣に、手がないか頼むよ。ゴール下をずっと張ってたあいつ、どうもつかめないね。見たところ、この中じゃ一番強いってのはわかるけど。姿が消える。けど実態はあるはず。なのに俺ら今のところ何もできてない。何々話しかけてよ。こいつのせいで動けないんでしょ。第2までやって思ったが、こいつらバカじゃねえ。練習的にはかなり拮抗してる。つまり、もっとマジにならないとダメか。気に食わねえか。な、今の俺じゃ数の動きを完全には見れない。でも、こっから適当でもいけるか。認識を少し改めないといけないかもしれないな。けどまああのボールがゴールに入るとは思えない。つかこっちに落ちて。こいつ。今場所狂ったけどいいか、問題なし。こいつは。さすがカズヤ、気づけば自陣を脅かされる存在。味方でよかったと思うよ本当に。やっぱり何度見てもあの子のからくりわかんないな。あいつは特別強。あいつに勝てる奴は、そもそもいない。にしてもあいつが攻めに行くとは。1分溜まってたかな。シュート体勢からそこまで裏をかく動きができるとは。大したことじゃないよ。押しこれでワンゴールさ。じゃないぞ、ライカ。へ、なんやと、決めたじゃろうて。決めたと思ったよ俺も。だけど、あそこで止められるとは。ボール持ってダンク決めれたと思い込んじゃってたよ、僕も。わずかながらヒヤッとしたよ。やるもんだなお前。そりゃあいつらが怠慢で歯が立たないわけだ。いや、歯が立たないっつうかバカにしてたからまともにやってねえのか。認めたくはねえが。ノリの野郎が集めたメンツなだけはある。面倒だが、俺も動くかな。冷静に考えればあいつ。そうか、僕でもダメかもか。カズ、何があった今のプレイ。わかんない。確実にダンク決めたと思ったのに、気づけばボールを宮出口が持ってた。カズにそれをやるか。マジかあいつ。後でみんなにも話すんだけどさ。近くに行ってわかったんだ。あいつ、汗かいてないんだ。え、そのままの意味だよ。多分、今の僕らだと、ウォーミングアップ程度に思ってるのかもしれない。眠い。失礼しました。さて数にゾーンのライカも入りましたが、好調と言えるのか。加えて遠藤楽しそうだった。さて次は第3クォーター。やっと重い腰を上げたのか宮出口。次のクォーターは絶望なのか。はい、お楽しみに。